4月26日木曜日朝5時35分のホームポイントはオフショアですね。背後から冷たいオフショアが首筋撫でていきますね。海はうねりは、いいうねりは入りますが、インサイドブレイクですね。もうちょっと沖でブレイクしてくれればロングとかで楽しめそうですけど、これだとロングでもテイクオフしてすぐにライディングをやめないとボード傷つけるっていう、そんな位置でブレイクしてしまいますね。うねり自体は良質ですね。ホームポイントの右も緩いオフショア、かすかなオフショアでうねりのみですね。今かなり大きめのうねりが1本入って、それ今がセットの間ですかね。ショアブレイクですね。気温は6度ぐらいしかないですね。この時期にしてはとても寒いです。